はい、旅館です。はい、たまらんよだれ下ネタはい、さんマジ嬉しい。高校を卒業した投稿者たちは仲のいい同級生たちと卒業旅行に行ったのだという。これはその際に宿泊した旅館で撮影された映像である。そこに着く前の投稿者たち、しかしその映像を後に再生していて奇妙な存在に気づいたのだという。あれ僕他見えない絶対に。違う巻いてある。お前が悪いやん、どう考えても。やばい、ほんまに悪い。お前やろ。お前やろ。お前やろ、どうか。お前やろって。違う。お前やん、どう考えても。俺がいいだろ、そりゃ。でも、俺は言うてんやん。違う。ほんとね。なんでも、あたでもない。ここ、下。重大な事件が発生しました。やばい。滝沢秀明に似ている。似てないって、ほんまやべえやん。ほんまやべえ。ほんまやん。これは1年生の時に言ってましたね。言うてんって、お前やん。さっき似てるって言われてるやん。似てんじゃん。ピー君のも、今彼女いるやん。言われてないって、もう。さん消せ、よい消せ。ピー君が言われた。誰これ。ピー君いるやん。ここ全然いるは？この女って今、じゃん。違うって。似ているやん。マジで通じなしよ。お前マジで言ってるって。言ってるわ。かっこいい。ビデオカメラがテレビの画面を捉えた時、その中に不可解な存在が映り込んでいることに気づかれただろうか。その様子はまるで人間が首を吊っている姿のようにも見えるのだが、投稿者によればその時その部屋のその位置には誰もいなかったはずであるという。実際記録された映像の前後からも確かにそのように思われた。お前生まれてやん、すごい似てるって。似てれば。かっこいい。まさかこの部屋でかつて難民とかが首吊り自殺をするという事件があったのだろうか。投稿者の調べによれば、この旅館は今はもうないという。